こんにちは井戸と申します、えー、と私の事務所は、まあ、まるで彫刻の中にいるかのような、えー、光ですね特に、えー、と自然光が美しい空間を作る、えー、建築設計事務所です。えー教住宅の事例の中では、まあ、多松の住宅という大阪の、えー、住宅が代表作になります。えっ、ー、とこの住宅は、まあ、非常に、まあ、13坪の狭い 敷地なんですけれどもともと尾瀬さんの持っていた土地の住宅の建て替えなんですがもともと光が入らない、えー、都市部の敷地だったんですね。でそれを建て替える時に、えー、とまあ、できるだけリビングを広くしてほしいでかつそのリビングに自然の光が入ってくるようにしてほしいということで。あの 木造住宅なんですけれども体力壁をできるだけも外壁側に集めてしまって LDK をもうワンルームのできるだけ広いあの空間にしましたで自然の光をどのように取れるかなんですけれども、まあ、吹き抜きを設けて天窓から、えー、トップライトから光を降り注ぐようにしたんですがただ、えー、そうするだけじゃなくてまあ 壁を平面的に斜めにしたりその斜め,斜めの壁をあの断面的にもあの傾けさせたりしてその傾いた壁を折り紙のようにあの折ることによってまるでこうそのダイヤモンドのこの切片に光が反射するように天窓からの自然の光がリビングに降り注ぐようにしました。 でこういうふうにしていかに自然の光が美しくなるかということをメインに考えていますで最近では和歌山市内で、えー、と平屋の住宅も、えー、完成しましたその住宅も、えー、彫刻の中にいるかのような光の美しい住宅ですえっ、ー、と,ご相談とかプランの 提案をご希望の方は、ここから登録をお願いします。